夏空のもとに広がるのは黄金色の稲穂です。佐賀県の白石平野では超早場米七夕コシヒカリが収穫の時期を迎えました。旧暦の七夕の時期に、そして福岡佐賀で最も早く出荷される新米です。この超早場米、通常よりも2ヶ月ほど早く収穫される品種の総称です。稲への被害が出やすい台風シーズンを迎える前に出荷できます。 JA 佐賀によりますと、今年は観測史上最も早い梅雨明けでしたが、品質や収穫量にほとんど影響がなく、今日出荷されたおよそ 5.4 トンのうち9割以上が一等米ということです。今年の栽培はちょっと難しかったですけど、生産者方々一生懸命頑張ってもらって良い出来になりました。お盆までにおよそ520トンが出荷される予定です。